というわけで、かすみさんから公開放送はどうでしょうという案をいただきました。どう思われますか？本物のラジオみたいでいいと思う。一応今までだって本物なんだけど、せつなはどうなの？私もいいと思いました。公開放送には様々なメリットが考えられますから。そうね、私たちの顔を覚えて帰ってもらうことができるわ。通りかかった人がなんだろうって覗いてくれるかも。それに公開放送だとリスナーの皆さんとの一体感が違いますよね。一体感、自分も参加してるって感じられるあの空気は公開放送ならではよね。スタジオでの撮影よりファッションショーでのウォーキングの方が気分が乗るのと同じ。ライブみたい？そうです、ラジオのライブですよ。収録で顔と名前を覚えてもらって、放送も毎日聞いてもらえるようになって、ライブにも来てもらえるようになったら素敵。その通りね、まさに理想です。では公開放送のために早速行動の使用許可を取りましょう。これは私に任せてください。公開放送の告知はどうする？それは愛さんたちに今まで通りお願いして、私たちは中身を考えない？それもそうですね、告知については皆さんに甘えさせてもらって、私たちは公開放送の内容を考えた方が良さそうです。せっかくの公開放送なんだから、いつもと違うことをしたいわよね。みんなでゲームができたら楽しそう。いいですね、参加型にしてスクールアイドルについてのクイズとか。それだとあなたの優勝間違いなしじゃない。もっと平等にお願いね。ダンス対決とか。それはカリンさんが得意なやつ。じゃあおすすめアプリの紹介対決。みんな勝ちたい気持ちが強すぎて自分の得意分野を出しちゃいますね。私たちみんな負けず嫌いだからね。それじゃあみんなが楽しめるものって考えると、みんなに当ててもらうクイズは、例えば私たちが赤ちゃんの時の写真をみんなに見せて誰だか当ててもらう。あら、面白そうね。うん、そういうのいいかもです。じゃあこんなのはどうです？みんなにいつもはお便りでもらう内容を音声データでもらうんです。そのお便りにも答えつつ、そのお便りをどこで録音したのかも私たちが当てる。駅とか分かりやすいとこだといいな。リナちゃんボード、私だったらお風呂とか焼き芋屋さんの前とかで録音してみたいです。せつなの案も面白そう。それなら私は英語とかカタカナ禁止でのおしゃべりをしてみたいわ。言っちゃったら？それはもちろん罰ゲームですよね、カリンさん。わかってるわね、せつな。罰ゲームよ、リナちゃん。負けない、リナちゃんボード。うん、なんだかたくさん案が湧いてきますね。メモを取っておきます。何をやるのか迷っちゃうわ。アイさんたちにも聞いてみよう。そうしましょう。二人とも公開放送よろしくお願いします。頑張りましょう。おー。